Bonjour, watcher. This is Johnny Mega 45, and welcome back to the Fruit of Grisaya. Yes, in the last episode, we have not Amane's beauty shop. I think I forgot already. I think it's about Makina. Yes, Makina song about Aurora. I think that's end already. I guess now we are going for.Oh, I think it's not end yet. 山にも部屋はあるよね。山小屋とかさ。あるもん。あるじゃん。かわいい、マキナちゃん。That's not what she's really upset about. I think our good nature really may have angered her somewhat. ありゃりゃ、チルチルを傷つけちゃったのよさ。Yes.I think it's more accurate to say we gave her the opportunity to disgrace herself. The most serious damage to her ego was entirely self-inflicted. For a person with a standard capacity for embarrassment, that level of humiliation might have inspired a suicide attempt on the spot. Thank goodness, she's too stupid to know much in the way of shame. Amane-san! お買い物、お待たせしました。あれ? Sachi, please help Michiru-chan. Thank you.サチン、いいところに来たのよ。今ね、チルチルがご立腹みたいなんだけど、代わりに謝ってもらってもいい? Yes, thank you. うん、それは構わないけど、今はアマネさんにお届け物をしている最中だから、その後になってもいい? ああ、アマネの頼みなら後回しにしても大丈夫。本人もそう言ってたし。マキナシ、ま、アマネ not say like that。それならそうするけど。それじゃ、チルチルをよろしくなのよ。She ran away, plain and simple。カザミさん、私、うまく事態が把握できていないのですが。Sachi is naturally confused, so I provide a brief summary of the circumstances。なるほど、そういうことだったんですね。Now it's Sachi's turn, I guess. After a moment of silent contemplation, Sachi seems to have reached a conclusion. それはおそらく、アマネさんが安請け合いしてしまったのが原因だと思います。だとしたら、アマネさんにも謝っていただいた方がいいかもしれません。Yes, to be honest, Amane also the fault in this situation when she forced Michiru to do Makina's request. もちろん、買い物に行っていた私にも責任はあります。おそらく7割弱は私の責任です。I'm not surprised to hear you say that, but I have to disagree. 8割強ですか? No, you are not fault in here. No, your responsibility is pretty close to zero. I think we should probably have Amane own up to this one. はい、それはそうですね。それが誠意というものです。ミチル様に不愉快な思いをさせてしまったわけですし、アマネさんには謝っていただきます。しかし、マキちゃんから頼まれた以上は、私も一緒に謝らせていただきます。I see. In that case, shall we drag Amane along and make it a group apology? はい、わかりました。というわけで、ミチル様に謝っていただけませんか?私も一緒に謝らせていただきますので。もう、なんでこんなことに。軽い気持ちでやんなきゃよかった。では床に顔をつけ、額が擦り切れるほどのいわゆるこすり土下座の準備をしてください。 What? いわゆる土下座するまでの本気の謝罪しなくちゃいけないの？もちろんです。万が一ミチル様が許してくれなければ、私も責任を取って腹を切る覚悟です。 No, don't do seppuku, please. きっと土下座しなくても許してくれるし、許してくれなくても腹は切らなくていいと思うけど、っていうか切っちゃダメでしょ腹は。そうでしょうか。日本人の責任の取り方として一番有効なのは腹を切ることだと本で読んだことがあります。それがダメならどこを切れば責任が取れるでしょうか。どこも切らなくてもいいと思うけど。わかりました。アマネさんがそこまでおっしゃるのであれば切るのはやめます。
その代わり粉砕させます。 What? ちゃんと謝るからそういうこと言わないの。ミチル、ミチル、早く開けて。そうしないと取り返しのつかないことになりそう。ミチル様、出てきていただけませんね。やはりもう許してはくれないのでしょうか。余談ですが、粉砕とは粉のように砕くと書くのをご存知ですか。 What? Yes, 粉砕しよう。ミチル、開けてー。ちょっと、そんなに慌てて何なのよ。うるさいでしょう。ミチル様が怒っている。これはやはり普通の謝り方では許してくれないかもしれません。となれば私が。 No。 待て、さっちゃん、まだ返事聞いてないでしょ。ねえミチル、ちゃんと謝れば許してくれるわよね。そうでしょ、そうだって言って。え、許す？は、もちろん決まってるじゃない。はあ、よかった。Why did the music stop? Why did the music stop? 謝ったって絶対に許してあげないんだからね。決まった。そうじゃなくて。ミチル、my friend, I really think you should drop the tsundere act for the time being. 何を言ってるのよ。これはキャラなんかじゃないわよ。本当に私を怒ってるんですからね。絶対に許してなんてあげないから。それで、何を許さないって？ That's why Michiru is stupid. まさかミチル様がこんなに怒っていらっしゃるとは。これはもう、私一人では責任を取れないのではないでしょうか。わかりますか、アマネさん。私の言っている意味がお分かりですか？二人で一緒に粉砕連帯責任を取るということでよろしいですか？ミチル、本当に。ごめんなさい、許してくださいって。やだ、許しなさい。え、許さないって言ってるでしょ。何度も言わせないで。それで何を。ねえ、何を許すか教えてよ。でもミチル don't know what's going on。 アマネさん、まず私がお手本を。さて、どの指からにしましょうか。ねえユージ、どうなってるの。 Okay, to make a long story short, Makina asked Makine to sing, but she pushed the job off onto you, ultimately resulting in your truth humiliation. So she's made to atone for this misdeed by pulverizing her fingers. 意味わかんないんだけど。サチ関係なくない。 Well, pretty much nothing. だよね。それなのになぜ。申し訳ございません。マキちゃんに頼まれたからという私の事情でご迷惑をおかけいたしました。その責任を取って、指を、全ての指を。いや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 、そういうことじゃないから。そういうことじゃないのに責任を取ろうとしてしまって申し訳ございません。かくなる上はこの小峰幸、腹を、全ての腹を。許すからやめて、お願いだからね。ごめんなさい、許すから、許して。許していただけるのですか。ほらね、ほらね、ミチルもこう言ってることだし、落ち着いて。本当に許していただけるのでしょうか。本当だから、嘘じゃないから。だから安心してね。 Hey ミチル、 Welcome to your tsundere flight。Okay, I don't think it counts if you just drop your real thoughts into the sharp phrases. うるさいわね。とにかく私は許したのよ。だから物騒なことはやめてちょうだい。はい、かしこまりました。だそうです。よかったですね、アマネさん。よかった、本当によかった。ミチル、ありがとう。よかったんだからね。安心したんだからね。それでは、アマネさん、次に先ほど頼まれたお買い物の件なのですが。あ、すっかり忘れてたわよ。
あったの？アイスクリンちゃん。はい、もちろんです。山陽のアイス売り場になかったので責任を取ってその場で自害しようかと思いましたが、駅向こうの省エイの冷凍食品コーナーに紛れていたのを発見し、甘類にむせび泣きました。それではお待たせいたしました。売り切れ続出、噂の黒子。Since it's completely melted in the heat, nothing but ice crystal at this point, I imagine. Sachi is the true tranquility since they have been short-lived, and she currently exhibiting pronounced nystagmus. In less technical terms, her eyes are spinning around like those of a cartoon animal that just look at an anvil to the head. Sachi? いいのよ、仕方ないのよ、この暑さだから。私、お買い物を遂行できず、私、The careless mistake of this sort must be a truly bitter pill to swallow, considering Sachi's obsessive devotion to her duties. If evident, dismay is almost disturbing to watch. No one seems to know what to say. Oddly enough, the first of her speak is Michiru.And stranger still, she does so in a bright, cheerful voice that cuts decisively through the awkward atmosphere. Ah, よかったよかった、ちょうどよかった。ちょっとサチ、それ早く渡しなさいよ。いや、本当にいいタイミングだったわね。それはどういうことでしょうか。私、このアイスを溶かして食べるの大好きなのよ。今もちょうど溶かして食べたいなって思ってた時に抜群のタイミングで出すんだもん、びっくりしちゃった。そうなんですか。そうよ、さあそれちょうだい、一気飲みするから。 Forcefully seizing the liquid ice cream from the dubious Sachi, Michiru peels the lid off the carton with a smileThe container also she traced it against the size of the containers thanks to the obvious color of the black sesame. It resembled nothing so much as deep dark swamp. いただきます。おえ？今苦しそうなおえつにも似た音が。She's forcing. Michiru is forcing herself. 言ってないわよ。最高！これよこれ！求めていたのはこれなのよ！ミチル、let you get stomach ache. I'm sure of it. よかったわね、さっちゃん！ミチルってば大喜びじゃない！ So you won't see her face may be stained and disturbed shade of gray, but just like that, look at the smile. ん？今、限界を超えた悲鳴にも似た音が。言ってないわよ、ナイスレプーって言ったのよ。そうなんですか、ミチル様のお役に立ててよかったです。でも天音さんに頼まれた買い物なのにその使命を果たせなかったのが心残りで、ここはやはり粉砕という形での責任を。 No！ いや、いいのよ、私はほら、その、なんだ、かね、それは安心して、私が個人的に買ったのが部屋の冷蔵庫にあるから、それはアマネにあげるわ。ちゃんと冷えてるか。本当ですか。ちょっと持ってくるから待ってなさいよね。はあ、これアイス。ありがとうございます。あんたのために持ってきたわけじゃないんだからね。I really think she's training the suspension of disbelief on that one, but as a kind of thoughtful man, I tactfully decided to keep that opinion to myself. じゃあ、さっちゃん、半分あげるから、一緒にロビーに食べに行こうか。よろしいんですか？もちろんよ。お使いしてきてくれたお礼も込めてね。はい、ありがとうございます。美味しくいただいたら承知しないからね。Uh-oh.
This is it. I want to watch with Sachi and Tom. Need you to watch that until the air out of sight. Gingerly love your belly with both hands. なに見てんのよ。For a tsundere, you remarkably considerate at times. For a tsundere. なにをそれ。私は本当に黒ごまアイスは溶けてた方が好きなんだからね。I see. Alright then, if you say so. ちょっと、変な勘繰りしないでよね。Like what? 私がアイスを。あれ、勘繰りしてない？してないなら言う必要ないわ。Yes, you don't really need to tell me. On a completely unrelated subject, take a few of these. It's theologian. Herbal remedy does wonders for indigestion. バクサ！こんなの女の子に渡すなんておかしいんじゃないの？っていうかこれ本当に薬？なんか丸めたゴミみたいなんだけど。Quit yapping and swallow a few. It will have a bit. You feel terrible. You feel terrible, don't you? そう。ユージ。What? あの。Spit it out. ありがとう。せめて。え？せめて遠いにしなさいよね。ブワーカ。I see, since I'm still somewhat lacking in consideration toward women. If it's a scent or uncoated syrogate pills tickles my nose as I turn away from the scenario's woman's room. It might be a simple misunderstanding on my part, but I begin to think she may have surprisingly thoughtful sight. And that's the end. What an end scene. Now, this school doesn't employ a gym teacher.And yet our curriculum includes regularly scheduled physical education periods. It says that late in the course of a certain war, a death of instructor meant the incentive training of new conscripts was truly worthless. It was continued mainly to keep up appearance. Similarly, the motive is probably applied in this case. With no teacher, this class is of course educationally in name alone. Essentially, it's no different from the recreation period we were assigned at my previous school.We're simply given the independent drill time in which we are free to pursue whatever exercise we deem necessary to maintain our physical condition. Alright, going for a run. Anyone wants to come along? このクソ暑いのになんで走んなきゃいけないのよ。バカじゃないの？バカじゃないよ。ランナーズハイもどう起こせば中毒症状を起こすそうよ。気をつけて。In other words, Yumiko-chan, you don't want to follow me.Look, you guys, this is gym class, okay? We'll kill you to at least change into a more appropriate clothing. 私は Well, Sachi, you are exceptional. You like maid uniform. Yeah, I know, Sachi. It's a maid uniform specialty for the physical class exercise. Right, good enough. How about the rest of you? でも、うちのジャージって格好悪いのよさ。だから、あんまり着たくないのよ。Don't be a spoil. Compared to the baby blue sweats GSDS recruits again, it's downright fashion. まあ、仕方がないんじゃない？ランニングなら私が付き合ってあげるからさ。You're not wearing the right clothes either, you know. いや、さすがにこの歳であのジャージは着れないわよ。せめてフロントがフルジップだったらまだマシなんだけど。それに足んとこにゴムついてんだよ。So what? It's perfectly functional. はいはい。それじゃあさっさとかけっこ始めましょうか。兵隊さん、走れ走れってね。Don't come crying to me if you get exhausted halfway through. ああ、本当に行っちゃったわよ、あの二人。この暑い中を走って何が楽しいんだか。あまね、最近少し太ったって言ってたから。きっとダイエットする気なのよさ。それで私たちはどうしましょうか。別に何もしないでいいんじゃないねえ、ユミコ。そうね。何をしろと決められているわけではないし、
たまには日に当たりなさいといった時間だから、常識の範囲であれば何をしていても構わないのではなくて。ユミコちゃん、私は向こうの木陰で読書をさせてもらうわ。わあ、あんたいつの間にあんなサマーベッドなんか用意したのよ。私はただこんな暑い日には木陰でレモンソーダでも飲みながら静かに読書がしたいわねとつぶやいただけなのだけれど、気がつけば心優しいメイドさんが用意してくれていたのよ。サチ、あんたか。あ、はい、お望みでしたらミチル様の分もご用意いたしますが。悪くはないんだけど、私ってば一箇所でじっとしてるのってどうしても苦手なのよね。ま、お好きになさいな。くれぐれも私の邪魔をしないように。ち、あの女、言いたいことだけ言って言っちゃったわよ。ふんじゃ、私は自己鍛錬を始めるのよさ。自己鍛錬って、あんたは何する気よ。お、そうな、まずは軽い有酸素運動で体の中の窒素を抜いて、それから風見流スーパー護身術の訓練をしようと思っているのよさ。何？はあ、何それ、スーパー護身術？なんかうさんくさいわね。あんた、なんか最近ユージと仲良くしてると思ったら、そんなもの習ってたわけ？セーブするわ。Let's see what is the title of this video. The Kazami Self-Defense Kit. Wow! Interesting topic in the next one episode. Magic word time. Adios and famosa.